ケネディこと、ロベルト・ケネディ・ヌネス・ド・ナシメントは、ブラジル出身のサッカー選手。CR フラメンゴ所属。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー、ディフェンダー。フルミネンセ・フルミネンセの下部組織で育ち、2013年にトップチームへ昇格した。2013年7月のグレミオ戦で、プロデビュー。2014年5月の EC、バインヤ戦でプロ初ゴールを果たす。 在籍した2013年から2015年まで通算40試合出場5得点を記録した。チェルシーマンチェスターユナイテッド、バルセロナ、インテルミラノ、ユベントス、公衆久し代などの多くのクラブが関心を示していたが、2015年6月28日にイギリスメディア、スカイスポーツなど、 複数メディアがチェルシーと合意に達したと報じられ、2015年8月22日に、イングランドプレミアリーグのチェルシーへ完全移籍した、ことを発表した。チェルシーは移籍金を公表していないが、移籍金は630万ポンドと、かなり安い金額でチェルシーは獲得したと報じられた。背番号は、16に決定。チェルシーデビューは2015年8月のプレミアリーグ。 クリスタル・パレス戦。初の先発出場は、フットボールリーグカップのウォルソール戦で、4から1の勝利に貢献している。しかし、チェルシー首脳陣の信頼を勝ち取ることはできず、また、2017年に、中国でのプレシーズンの際にトラブルを起こして以降、トップチームから抹消され、さらに2018年以降は、ローン遺跡を繰り返すシーズンを送る。 ニューカッスル・ユナイテッド2018年1月23日、ニューカッスル・ユナイテッドへシーズン終了までの期限付き遺跡で加入。2018年7月12日、ニューカッスル・ユナイテッドに期限付き遺跡で復帰することが発表された。期間は2018から19シーズンの1年間である。ヘタフェ2019年9月2日、ヘタフェ CF へのローン遺跡が決定した。 グラナダ2020年9月8日、グラナダ CFA1 シーズンのローン遺跡で加入することが発表された。フラメンゴ2021年8月19日、CR、フラメンゴへのローン遺跡が発表された。ブラジル U-17 代表として2013年にアルゼンチンで開催された U-17 南米選手権で8試合出場6得点を記録した。 ありがとうございます。